おはようさんです君ですどうもですああ全日本ジュニア選手権アイスタンスあの今やってますよ。うん、で、えー、とリズムダンスね、えー、終わりましたんで、えー、と感想を述べます。えっ、ー、とね2組だけですよ。えー、1番目山下加ほ永田裕と組おそらく加ほ優さんですね。加ほ優ペア。うん。あのかほゆの選曲すごいまず好きです。フィップ・イットうアフリカとラブ・シャックこの曲3つ。 あるありますね。イソも派手ですし、あの西日本選手権の時から彼ら見てる見,見始めたんですけど、その時より圧倒的に良かったですね。いや本当短い時間であのかなり進化したなというのがもう第一感想です。うん。あの時は確かね。 転倒とかね、なんか引っかかったりして、ちょっとミスがあったと思うんですよ。で、そういうミスとかもなかったし、えー、演技全体、えー、技全体的にあのまとまっていた、うん、えー、そして、2人の一体感がね、ありました。あのシンクロ率も良かったしあの、全体的に2人の一体感っていうのが見られたし、で、 体のキレも、ね、非常に良かったと思うので、カ、え、ホーユー、すごくいい演技でしたねで、えーっと。特にカーブリフトとか愛を感じた。ミ、うん、ッドラインも速報値はレベル2、レベル2、男女これ取れ,れてますね、えー。笑顔とかもとても素敵で、えー、それであの男性の下,あの下を、ね、こう女性をくぐるところのシーン、後半の方あったり、そういったシーンなんかも引きつけましたね。うん ヒレも非常にあってよかったし、ツイズルもね、最初よかったですよね。うん。えー、あの何だともあれ、あの表情がね、お二人ともとてもよかったですよ。うん。で、それでもって、さっきも言ったように、シンクロ率も一体感もとてもあったので、あのすごく楽しかったです、見てて。あの、うん。だからまあ、もう一回言うけど、西日本選手権のときより圧倒的によかったので、で、キスクラではですね、あの、 ね、先生たちもお話ししてたみたいなんですけどなんか結構追い込みをしたとこの1週間ぐらい、ね、かなり追い込んだっていう話をしてましたんでそれが結構その成果が出たのかなっていうねいうところですよねうんで点数これ50.91っていう点が出ましたねこれは本人たちはどうなるんでしょうかねあの個人的にはいい点数かなって思ったんですけどもうちょっと欲しかった感じですかねうん ね、あのすごくたた見ててね、えー、楽しかったうんだから本当に良かったと思いますうんはい、えー、星マークつけちゃいましたねあの選曲もすごく良かったしあのとても楽しむことができましたねうんはいえー、そして次えっ、ー、とサラーツ組ですねサラーツミスターロボット、うん、サラーツはあの、えー、とジュニアグランプリそして西日本選手権と見てきた えー、組になりますね、うん、本当にアン・グランプリの時も本当にこの「ミスターロボット」っていう、まあ、今年のこのテーマっていうのが、まあ、前も話しましたけど1980年代にリリースされた曲をリズムダンスターは使わなければいけないっていうテーマの中で「こうミスターロボット」っていう曲を選ぶっていうのは本当に世界的に見てもインパクトが大きいですね。うん あの僕、正直ね、今年のテーマ結構あの、ありきたりの曲が多かったり、マイクレージャクソンの曲多かったりして、うーんって思ってたんだけど、サラダだの選曲すごくいいですね、ミスター・ロボット、面白かった。オープニングも、なんか、こうあの、演技始まる前から、えー、すごい、こんななの、こういう感じでなんかやってて、すごい、そこから良かったですね。うん。あの、引きつけられました、最初からね。ただ、あの、個人的にはね、ちょっと今日は、 あの例えばジュニアグランプリとか西日本選手権にとってよりもちょっとずれが多かったかもしれませんね。お2人のシンクロ率がちょっとかみ合ってなかったなっていうねちょっとだけねあったあのそういうふうに感じました。でちょっと本人たちもレベルを取りこぼしてたりとかあの思ったものができなかったところもあったのかなっていうのは見ありありち,ょちょっとね細かいところあったかもしれませんね。うん ミ、うん、ッドラインステップなんかももうちょっとレベルが欲しかったなっていうところですかね。うん、でもあの、ステーショナリーリフトなんかは良かったし、えーそうですね、えっと、後半に向けても楽しい演技だったなと思います。うん、で、えっと、そうですね。えー、RF のところは、最初の方はですね、確かイエスが キーポイント一つイエスとっ,ってたかなあの、二つ目が全てノー,でノーでしたね。あの、うん。まあ、この辺ちょっとあの僕は分かんないんで結構難しいんですけどね、取り方がちょっと分かんないんであれなんです,んですけど、はい。まあ、彼らもとても楽しい演技だったんだけど、ちょっとね、本人少し悔しい思いがあるのかなっていうには思いました。うん。はい。という感じです。で、59.06ですね。うん。はい。 という感じですこんなままですね、えー、ペアの方を話します。全日本ジュニア選手権ペアの方もお話しして、今日はおやおお終わりにしていこうかなと思います。えー、サイルカですね、えー、清水沙絵、本田ルーカス強選手の、えー、演技を、えー、お話ししていきたいと思います。ペアですよ、ペアね。うん、ペアのショートプログラム、曲はスワン・レイクです。あのー、清水サ絵さんのね、 後ろにホンダルーカスくんがいて、え最初こうで、ね、こうオリゴールをこうカシャカシャカシャカってね、こうねくる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 って言ってね回すシーンがあるんですけども、そういったところなんかも非常に面白かったし、うんあのー、とっても素敵ですね。でえー、っと最初ツイストリフト、シングルツイストリフト、でその後これスロートリプルループにチャレンジしましたね。 うん、でしかもこれ、立本でやってました、両手を上げてましたね、まあ。残念ながら転倒をしてしまいました。でもね、練習の時にスロートリプルループね、着地してて、あのー、ちょっとびっ,びっくりしましたね。うん、そうだから本番も期待はしてましたけども、ちょっと練習あの本番は失敗、転倒ということになっちゃいました。 で、スタートもリフトなんかとても良かったと思いますね。グループ3のリフトですね。で、ダブルアクセルは非常に良かったです。サイドバイサイドのダブルアクセル。で、コンビネーションスピンもレベル4で、これもね、お互い非常に合ってました、息が。 息が合ってましたんで非常に形も綺麗でしたし2人の形も似てましたしちょっと離れてたかなっていう感じはするんですけどあの非常に良かったなと思います。うん、でステップシークエンスもレベル3であの最初のところのスライドとかも良かったし、えー、とても伸びやかに滑れていたかなって思ったんで良かったですね。であとデススパイラルもあの前回の西日本選手権よりもレベル上げてますかね多分ねちょっと忘れてしまいましたけどもなんか良かったと思いますね。 うん、おそらく進化してるのかなっていう感じを受けましたね。うん。はい。えー、ちょっと感動しちゃいましたね。うん。はい。得点40.00。あれもう西方本選手権の天然で出たかなもしかするとね。うん。確かね。ちょっとね。忘れてしまいましたけども。うん。はい。でもサイル化すごく素敵でしたよ。ショートプログラム。うん。あれフリーは確かあれかな ウエストサイド物語だったかな。うん。いや、あの、ペアとか憧れますね、本当ね。うん。はい。でも、スロートリプルループチャレンジしてましたからね、これが決まってくると、あとは、あの、ツイストリフトね、うん。まあ、ダブル2回転以上ができるようになったりですね。うん。でも、ステップなんか本当伸びやかでよかったし、うん。楽しみですよ。はい。で、得点40点ぴったしですね。はい。えー、というわけで、えっ、ー、と、全日本ジュニア選手権。 ペアとアイスタンスの、えー、前初日終わりにしていきたいと思います。バイバイ。